あそこまでやってという思いは確かにあるでしょう。執念深さが出てますよね、頭から落ちてもっていう。石形先頭流、まだまだ大丈夫ですよね。気迫がありますよね、まだ。みなぎる気迫を見せました友の花です。駒光1勝5敗、友の花3勝3敗。石形琴貫裕、西十両12枚目、北海道新カップ郡新カップ町出身、佐渡ヶ嶽部屋。前の一番の余韻がまだ渦巻いていますが、今度は土俵には35歳の琴貫裕が登場してきました。最高位は十両の東の10枚目。この琴貫裕の、普段の心がけ、そういったところを田代アナウンサーに聞いてもらっています。田代さん、はい、とにかく筋肉を落とさないことという話をしましたね、はい、しかもその筋肉はね、稽古から培ってそしてついてくるもんだと、よくウエイトをして筋肉トレーニングをする力士もいますけども、自分は琴貫裕関自身はね、稽古からつく筋肉が相撲力につながるんだと、そう信じているんだそうですよ、はい。久米川さん同じ部屋でね、ずっと見つめてらっしゃったからよくお分かりだと思いますが、したがって番数量は減らさないんだと、これを信条にしているという、そういう話ですね。あ、そうですか、そのあたりは間近で見てらしていかがですか。そうですね、幕下の力士捕まえて30分ぐらいずっとやってますから、はあはあ、はい、で汗びっしょりかいてますからね。そうですか、はい。現役時代久米川さんもですね、本当にもう体が桜色になるくらいに、毎日熱心にこの特に基本の運動ですね、取り組んでいらっしゃいました。さあ、今日の対戦相手は千斗龍です。十両には30歳を超えた力士が全部で5人いるんですが、そのうちの1人31歳の千斗龍です。こちらも31歳とは思えない爆発的なパワーですよね。そうですね、立ち合い回り込んだ琴貫裕です。うまく取っています琴貫裕。千斗龍は勝手が悪くなりました。半身の体勢を強いられています。頭をつけます琴貫裕、いい形です。上手が深いですね。上手が深い、左の上手、琴貫裕。そうですね、腕が伸びています。千斗龍はしかしこうして回しを取っての相撲というのは得手ではありません。長引いてきました。相手を起こしたい琴貫裕。琴貫裕寄っていく、投げの打ち合いだ。軍配は東、琴貫裕に上がっています。琴貫裕上手投げ、千斗龍下手投げの打ち合い、軍配は琴貫裕。どうやら物言いはつかないようですが、琴貫裕はだいぶ息が荒れています。千斗龍のパワーを封じました琴貫裕です。ただいまの決まり手は上手投げ、上手投げで琴貫裕の勝ち。いや、今日はうまく取ったんじゃないですか。そうですね、立ち合いの千斗龍のパワーをうまく、はい、かわしたですよね。回り込みましたね、はい、まともに受けたら持っていかれますからね、はい。そしてこの形です。上手が深いとおっしゃってましたが、そうですね、